お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBM ベースボールカード中日ドラゴンズヒストリーの開封動画でございます。で、後編のね7袋やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。谷木恭平外野手です。中俊夫外野手です。で、岩瀬仁志、あ、すいません、失礼します。岩瀬仁紀投手のカードでございます。黄金期を、黄金時代を迎え53年ぶりの日本一を達成した時のカードでございます。荒木正弘内野手でございます。2袋目でございます。彦野俊一外野手でございます。新宅博士捕手です。福田信正内野手です。中尾孝義捕手でございます。失礼しました。杉下茂投手でございます。3袋目でございます。アロンド・パウエル外野手です。小林正人投手です。福留孝介外野手です。小松、達夫投手です。矢沢健一内野手です。4袋目でございます。巨人の V10 を阻止し20年ぶりに優勝した時のカードでございます。ちょっとピントが合いませんけどね、こうなっております。ピントが合わなくてすいません。彦野俊一外野手です。で、直筆サインカード出ましたね。こちらですね、谷繁元信捕手で、元監督でもいらっしゃいましたけどね、直筆サインカードでございます。こちらがですね、39/38となっております。はい。で、平田、凌介外野手です。多分ね、これパート2なんですよね。パート1もね、多分谷繁選手の直筆サインカードだと思います。今中、慎治、投手です。5袋目でございます。柳裕也投手です。これは秀典外野手です。藤波幸男外野手です。堂上寺志投手です。河合雄大投手でございます。6袋目でございます。あ、パート1は違ったかな、ね、間違ったらごめんなさい。木下拓也捕手でございます。パート1はね、多分別の選手と、失礼しました、思い出しました、ごめんなさい。近藤慎一投手でございます。大島洋平外野手のカードでございます。石本隆投手です。で、恐竜打線でペナントを奪取した時のカードでございます。で、最後の7袋目でございます。
鹿島忠投手です。京田陽太内野手ですけど、今ね横浜にトレードで移籍しています。朝倉健太投手です。松本一貫投手です。で最後に東証星野誠一投手でございます。以上で 2021BBM ベースボールカードヒストリー、ごめんなさい、ベースボールカードキュードラゴンズヒストリーの開封動画を終わりたいと思います。で明日もね、プロ野球カード開封動画をやりますので、もしよかったら見に来てください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。